普戦記念団は、愛知県名古屋市昭和区鶴舞の鶴舞公園内に、ある、野外舞台である。日本における普通選挙制度実施を記念して、建設されたもので、名古屋市の有形文化財に指定されている。1925年の普通選挙法公布を記念して、1928年に、名古屋新聞社より名古屋市へ寄贈された、野外劇場である。 舞台の壁中央には普通選挙の基本精神である五カ条の五聖門が掲げられており、1986年5月27日に同じく鶴舞公園内にある噴水塔と共に名古屋市の有形文化財に指定された。除幕の様子普通選挙の実現に向けて尽力した名古屋新聞が、 全身の中京新聞からの開大20周年を記念して造営した野外劇場。1926年に五箇条の五正門の石踏みの混流を決定し、1927年9月に自陣祭を行い、翌年観光し、名古屋市に剣断された。設計は普通選挙制度の実現に因縁の深い早稲田大学に依頼することとし、 同大教授の佐藤孝一が担った。かつての加藤光明白銅像現在の加藤光明白銅像台座普通選挙法を制定した愛知県出身の加藤光明を称え1928年6月24日に鶴舞公園流が地藩に朝倉文雄制作の加藤像が建設されたが1944年に戦時教室され現在は台座のみ残る。ただし 同寸の石膏原型が東京の朝倉町査館に保存されている。ありがとうございます。